山、創山著文奇襲にある、山野が、水木茂ロードに設置されている、山野、造山は、日本の長野県に伝わる、大男の妖怪である。の字が、常用漢字に存在しないため同音の、山三章と表記されることもある。山とは本来中国に伝わる、伝説上の生物あるいは妖怪。山章、山とも書かれる。中国の古書、新異行には、 西方の深い山の中に住んでおり、身長は約一畳余り、エビやカニを捕らえて焼いて食べ、爆竹などの大きな音を嫌うとある。また、これを害したものは病気にかかるという、食習慣や、あやめた人間が病気になるといった特徴は、同じく中国の山性にも見られる。日本では、江戸時代の百科事典、和漢三サ図絵」などにおいてこの山、に対して、 山わろの訓が当てられている。山わろという日本語は、山の子供という意味で、山わろと同じ意味であり、同一の存在であると見られていた。山は、基礎の深い山の中に住んでいる大男で、山男とも呼ばれる。江戸時代の文政年間諸島、基礎の山の中で1メートルほどの大きさもある藤の鶴で編んだ藁らじが見つかり、山のものに違いないと言われたが、山を見たという木こりもおらず、 結局どこに住んでいるのか、存在していたのはわからなかったという。また、江戸時代後期の随筆、早産著文記集に記されている山のことによれば、同じく基礎で、ある木こりが早朝に山に入り、物を割るような音が響いたので振り返ると、真っ黒い、大きな体で薄赤い顔に茶碗ほどの大きさの目が、白く光るものが立っていた。木こりは、山小屋へ逃げ込んだが、 そのまま三日間寝込んでしまったという。また、一般的に山と同一のものであると考えられて、きた歴史があることから、日本にいるとされる山、も、カニなどを食べると解説されることもある。ありがとうございます。